ロブライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2017年モデルランドローバーディスカバリー HSE をインプレッションいたします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、とその前に一つ告知がございます。車を売るならロペライオ、車を買うならロペライオ、お問い合わせお待ちしております。はい、ということでアンテナのスペック紹介忘れないうちに行きましょう。いや、もう忘れました。はい、はい、ではこちらのお車ですが、3リッター、はい、V6 スーパーチャージャーですね。お、はい、最高出力340馬力、うん、最大出力 45.9kgm なっているお車になります。なるほど、はい、意外にやってなかった。そうですね、この1個前の形かな、はい、あ、1個後の形かな、今の新現行型、これが現行なのか、これが一つ前のこれが一つ前、はい、これディスカバリー4ですね。なるほど、はい、ね、ディスカバリーってうち結構入庫ありまして、ちょうどこの前にもね、ちょっとカメラ映ってないんですけどディスカバリーあって、はい、でこの後ろにはレンジローバー僕のオートバイオがあって、はい、でランドローバーといえば、はい、車売るならロペライオというようになるわけです。はい、はい、でもですねディスカバリー、はい、どんなイメージあります？なんかキャンプしてる人とか山行く人が好きなのかな、ちょっと 都心部というかは、はい、なんかレンジローバーっていう意味。なるほど、感じ。まあそうですね、はい、僕もレンジローバー大好きですけど、これはレンジローバーじゃないんで。そうですね、ディスカバリーなんですけど、要はこれ遊びの車としておしゃれにね、はい、使っていただきたいなと思って。僕はちょっとディフェンダーとなんか被る部分があるのかなみたいな。あ、ディフェンダーはですね、もう、まあ、それこそもっとオフロードを攻めるような、はい、ね、一緒に乗ったけど、あの、遅いじゃん言ってしまいた、はい、ね、おわこれはみたいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ割と街乗りもできるし、はい、いかんせんに、ま、あのちゃんといっても荷物も入るし、はい、非常にこの人気車種の一つですね。そうです ね最近ちょっとね、ランドローバー車の、ね、レビューがちょっと多くなってしまっているので、もうそれは誰かが好きだから。いやいや、でも在庫も多いからね、はい、ランドローバーのね。でその他のね、カイエンとかね、ゲレンデとか結構やったんで、はい、ちょっと改めてこれやりたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではこちらまず鍵から、はい、見てみましょうか。まあもう見慣れた、あ、見慣れた感じのね、はい、一応これが2017年で一応最終型の、この形の最終型ですね。お、はい、こういう感じです。あ、はい、そうですか。で開けてみください。はい、開ける。まあ、ここはウィンカーなの、サッカーボールみたいだねこれ。そうですね、でもサッカーボールだよこれ完全に。そうじゃない？そうですね、これはまあこの形、あ、違うな、ラグビーじゃない？ラグビーのワールドカップでなんか やってましたよねこれ。そうだよね、はい、でもこれはサッカーボールだねこれ黒く塗っちゃえばサッカーボールですね。ね、黒白、はい、で締めるとそういうふうになる、はい、あとはでも、そうね、あとは多分今回のこちらは、うん、ブラックデザインパック入ってるんで、うん、エンブレムというかロゴとグリルとかはもう黒、黒、はい、ここも黒。そうですね、うん、でここにフロントカメラがついててね、はい、この辺りは特にアンダーカバーみたいな、なんかステンレスとか、ね、メッキのやつがついてるわけではない、はい、という感じです。ちょっとじゃあエンジン開けてみましょうか。はい、エンジンルームでございます。ここにロックがね、ここだ、オープン。おー、高いねエンジンルームの位置が。はい、やっぱオフロードも攻めれるように。そうですね、これが6気筒エンジンですね、うん、でこれディスカバリー3と4ってさ、パッと見そんな変わんなくない？変わんないんですけど、エンジンが変わりましたよね。ね、 V8 から6気筒に、まあ、ダウンサイジングですね。はい、軟骨出力もちょっと上げてみたいな。そうですね、まあ、時代ですよね。でこの新しいモデルディスカバリー5っていうの。そうですね、
なるとね、もうほんとフルモデルチェンジだよね。もう逆にあれがもう今どのランドローバーのモデルのラインナップからしても同じような。そうだね。でも僕はこっちの四角いライトの方が好きかな。あ、はい、四角いライトの最終形みたいな感じでしょ。まあまあそうですね、クーレーエンジン最終形、はい、なんか釣り目になっちゃうとなんかなって。ディスカバリーは、ディスカバリーはディフェンダーなんかも、あそこはやっぱその、例えばじゃあイボーグ、ベラール、レンジローバーは分けてほしかった。うん、なんかこのまんま行ってほしかったな。なるほどですね。ちょっと、はい、ちょっとな感じですね。はい、優しくしないと、うん、でこちらがサイドですけど、これボディサイズはどんなスペックですか。はい、全長が4m85、おお、5m 切ってるところいいね。はい、うん、で、横が192、幅結構あるね、はい、90超えちゃう。で高さが185。ああ、はい、今ちょっと自分の身長と比較したんですけど。なるほど、はい、幅だけだ。まあ、横幅はもう今大体どのモデルも190を超えてくるじゃないですか。なんで特徴としては多分7人乗りで5メーターを切ってくるサイズ感。なるほどね、はい、なんでまあ後ろが特徴的なデザインをしているような。そうだね、はい、でタイヤサイズどうですか。タイヤサイズがフロント255、はい、50/20インチ、リアも一緒ですと、はい、ね、まあブラックパッケージだからもう全部黒ですね。黒です。ここも黒です、ね、でここも黒、モールもなし。ここに SCV6 と。なるほど、はい、はい、でこれが後ろですけども、はい、テールライトが大きいね。今まで見た車の中でも相当大きい、はい、二眼。そうですね。これちょっと開閉してもらうとどうですか、はい、おー、いいね、こういう付き方するんだ、はい、閉めると。なるほど、下がウインカーになってるんですね、はい、そうですね。でこれトランクゲートを開けると、はい、あ、電動ではなく手動になるわけ。そうですね、ここからこうね。なので二分割って横から来るかと思いきや、でワイパーもなんかこういう感じなのね。これがまあ一番効率がいいんでしょうね。開けて、そしてここにもボタンがあるから、はい、このボタンを押して、あれあれ、あ、ちょっと強めに押さないとダメな感じです、はい、これはもう防具がそういう感じですよね。そうだね、スポーツはなしですよね。そう、はい、だけど二分割になるから開けた時にゲートがこっちまで行かないとか車庫に当たらないとかかなと思いきや、意外と2台並べると一緒ぐらいの。そうですね、ね、はい、そういう問題です、はい、でトランクはやっぱ3列目を出しているとほぼ何も入らない。ほぼないっす、ね、ちょっといいですか、ここで閉めますよね。閉めてちょっとここいいですかね。またゴルフの話で恐縮ですけどね、ゴルフバッグは入らないです ね、まあちょっと入りづらいかな、うんうん、テントとか入りますか。テントもね、あ、ここだったら入るね、まあ、何人用のテントかにもよるんですけど。でちょっと一応ここでのサイズ測ってみましょうか、はい、一応じゃそちら側から、はい、トランクの一番広いところにしますか。ここですかね、はい、この辺り125センチ、はい、はい、高さはやっぱ結構あるね。あ、でも104センチ、そんななかった。おお、うーん、奥行きはあまりない、もう30センチもないですね。ね、はい、からの、でもこっからがすごいわけでしょ。そうです。ちょっとじゃあトランクシート倒してみますか。はい、じゃあまずちょっと、あ、ここか、こう倒して、まずはでこれを引っ張るんだよね、この紐を引っ張って開けて、あ、下に行く、こっから下に行くんだ。あ、こういう風にこのシートがこういう風に来て、あ、なんかこれ書いて、これをレバー引っ張るのか。そうっす。手で。おお。おお。チョップってな。これを逆に叩かないか。先にそっちを。あ、取るんじゃなくて回すんだ。はい、おお、いいね。よっしょっと。
今さ、下が来ると思わなかったよいしょ、はい、で、これをちょっとこれね、なんか乗りながらじゃないとね。そうですね。はっ、いいね、こういう風になる、はい、ほぼフラットになる。なんでまあ2列目までは使ってもいいし、不完全に倒してもいいよと。そうだね、これでちょっと長さ上がってみましょう。2列目ここ190、長い、広い、はい、そして3列目、あ110、いいじゃないですか。この広さは嬉しいね。でこれあとシートを別に組み合わせは自由にできるってことですよね。そう、こっち側は別にね、上げてもいいし、はい、ないし1個上げてもいいし、自転車も入るよ。ガラスルーフも3つある。そうだね、ガラスルーフ3つ、はい、でブラインドもちゃんとついて、そして多分ここの収納とかも多分いいはずなんですよね。あ、ネット、ラゲッジのネットだね、はい、あこっちはただのボックスになってます。でもここにも小物入れていけると。そうだね、こういうの嬉しいね、キャンパーとしては。ここに寝れますよ。寝れるよ。おお、楽しそうだ。でこれ上げるときはどうぞこうすんの。ああこうして、あこういうふうにして、こっち側だけこういうふうに上げることもできるよと。そしてこっちも、あそっか、じゃあこっちで、こっちに4人座ってこっちに長いものっていう形もできることですね。できるよね。これ引っ張りながらかな、これは。そうですね。あ、じゃあこれか、こう来てこうでしょ。ないし、こっちを、あら上がっちゃった。この上がった状態で倒すのかな。でこの状態で引っ張って、あこうだ、こうもできるよと。こうするとフラットにはならないけど、ちょっと乗ってみますね。よっ、基本それで乗り降りの下あれを作るとですね。そうかもしれないね。そして大人が乗ってもで、こうしてこうして、あ足が大丈夫ですか。大丈夫。おからの前だからこうなっちゃう。これは、あ天井高くていいね。あ、いや当たらない日だ。お、当たらない。でもこれね、夏場はね汗かくよ。あ、肘掛け欲しいけどいなくてもいいか。でもベンツの V みたいに椅子がものすごい重いわけじゃないから、はい、なんか一応できる。いや後ろ結構いいよ。普通さヘッドレストこの辺とかに来るじゃん、背中のところに。そうですね、ちゃんとここに来るから、はい、すごいいいよ。しかも座り心地もベリーグー、膝もベリーグー、肘もベリーグー。おで、ちょっと疲れたらこっちで寝ればいいんじゃない。そうだね、寝るよ190あるからね、はい、うーん寝てみますやってみる靴脱ぐ形になりますけどやりますじゃあじゃんけんで決める。これ公平にね。あ、オッケーです。パラパワハラになっちゃうからね、はい、最初はグー、じゃんけんぽ、はい、こうでしょ。あし、よし、やりたかったっす。絶対やっと。やっぱ最初は男のグー出すと思ったんだよな。そしてビクトリーのチョキを出したんですけどね。負けました。ちょっと疲れたよ、つって。疲れたよ、つって。こうすればいいのかな。可愛い靴下履いてますね。押して。おお、寝れる寝れる。うん、でそれでベッド敷いてね。そうです、マット敷いて星空見ながら考え事をする、でエアコンもね、こう空調もついてるし、ね、はい、ああいいじゃん、はい、腹筋もできる。腹筋もできます。はいはい、続いて運転席です。これもね、内装も黒にまとまってて、ディスカバリーといえばあのステーリングだよね。そうですね、もうでもそのシフトとかその辺は今まで従来通りのね、防具なんかと一緒のダイヤル式です、は
ただ、これは HSE なんで、まあ、グレード的には高いやつなんで、シートとかもプレミアムシート。そしてスピーカーメリディアンがついてね、はい、イギリスを代表する。じゃあ、かっこよく乗ってみてもらっていいですか。はい、息が切れてますけど大丈夫ですか。さっき寝ただけです。疲れた時にですね、やっぱこの高さはスーツだとやっぱちょっと、あ、ステップが欲しいなと。ステップアイステップ、これ以上上がらなかったですよね。いいよ、こいしょ。ふにゃふにゃで。ちょっとシートポジション合わせてもらってもいい。はい、はい、こんな感じですね。はい、でちょっとね、僕後ろ乗るよ。後ろはもう目視で見るとだいぶ広いですよ。で乗ります。あー広いね。だってこれで後ろも普通に座れたもんね。いいじゃない。でちょっとエンジンかけましょうか。はい、あーナビゲーション小さい。同じこと思いました、ね、確かにちっちゃく見えますね。あ、じゃあこっちのカメラ、なんかディフェンダーっぽい感じするね。なんか、あ、なんでいい、ね、もうこの辺は至ってシンプルですね。ナビ関係の部分で、うん、エアコン関係、うんうん、でこれはまあシート、CD か、うん、でここにディファレンシャルとか、はいはい、その辺がモダン切り替えがあって、はい、このダイヤルもあり、ダイヤルがあり、サイドブレーキがあり、あ、多分まあカップホルダーが2つと、はい、あ、これあ、あ、ここまで来た。今びっくりした。あ、ここも助手席の下からしたら物置になる、後ろの下から物置になる、そういうことですかね。で、うん、ここにわ、冷蔵庫機能ついてる、うーん、という感じですね。そっかそっか。収納はもうここと、サイドポケット、あのエアコンの下もパネルもなんか空きそうじゃない。ここは何、灰皿、コインケースですかね。あ、はい、まあ、灰皿ですね。へ、ね、はい、で、グローボックスは上と下でやっぱ2つで分かれてるのね。まずやっぱレンジローランドローバーって2つなんだね。はい、まあ、ここはいはいはい。USB と AX、 AX が最近見なくなったね、もうね。で、ここにこっちが広いタイプ。あと、ここに小物が置けるよと。なるほど。で、バイザー。うん、これは大丈夫、生きてますね、うん、で、この形は手動で、手動で、で、チルトアップと。あ、これじゃあさ、開けた状態でブラインドすることもできるってことだよね。これいいね。あ、ごめんなさい。そうすると虫は入ってこないってことですか。そうだね。あ、ちょっとうまくはまんない感じ。あ、またいいじゃん。でもリアは固定なんだね、これね。はい、これエアコンの空調がここで調整できるよと。いいじゃん。へえ、本当に自由に使えるね。そうですね。で、ホームがあれなのね、この縦のスイッチになってるのね。ホーム、ステアリングのホーム。真ん中を、あ、これか。ちょっと押してみてよ。あ、いい音だね。あれ、あ、一緒か、はい、いい音、すごい音じゃん、これ。遠くまで聞こえるよ、あまり大きくなく。はい、じゃこのままライトチェックもしちゃいましょうかね。はい、 OK。 じゃあスモール、おお、いいね、 LED。 はい、でロー、はい、でハイビーム、はい、ウィンカーハザードね、サッカーボールが光るわけだ。はい、で本は大丈夫です。でフロントフォグ、フロントフォグ、おお、いいね、いいね、いいね、 OK です。じゃあ後ろ行きます。はい、ではブレーキ、お、上がつくのね。あんまりブレーキランプは明るくない感じです。はい、ライトオン、あー、綺麗なライトじゃないですか。そしてブレーキ、はい、ウィンカー、意外となんかあれだね、これはおしゃれな感じ。はい、バック、はい、リアフォグ、
下が2つついてますね。 OK です。一応フロントバン、リアバンパーの下にスペアタイヤが入ってるんですね。うん、こういう車ですからね、入ってます。車高もついでに取っちゃうか。ここでオフロードモード行きます、はい、おー、すぐ上がるね、さすが。はい、戻します。いい、お、結構下がるね。これ今これで多分乗り降りとかしやすい。でこれでさ、ちょっと車高を上げてみて。車高上げます。あ、ハンドル切ってる。ああ、上がるか。うーん、おー、はい、一番マックスまで上げると。これ今これでオフロード。あ、これが一番マックスなのね。でハンドル戻してみて。はい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 。で逆に切ると、ああ、なるほど。はい、ね、はい、でノーマル戻して。はい、スーッと。はい、こうなってますね。 OK です。はい、それではディスカバリーの走行レビューに移りたいと思います。はい、これからの季節大活躍なディスカバリーです。一緒にアウトドアで楽しんでる、なんかそんな道中を想像しながら、はい、行きたいと思います。初めてキャンプに行きます。今日また見沼の方攻めようかな、はい、思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。これステアリング大きいし太いし重め、やっぱオフローダーって感じですか。オフロードってでもね、ステアリング軽いんだよね。ディフェンダーとか軽いんだよ、めっちゃファン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 って感じなんだけど、ちょっと味付けは重い。これこうすると、え、これステアリングヒーター、ヒーターか、え、オート、なんだコラム自動調整。自動調整。うわ、なんか全然ボタンがないの、これ。いろいろあるはずだったのに。あ、意外と柔らかいな。あ、意外と柔らかいな。うわ、なんかすごいカメラだな。あ、なんか予想と全然違った。もっとなんかオフロード仕様の車かと思いきや、普段乗ってるのと。あんま変わんないぐらいな乗り心地。おお、バレットね、あ、はいはい、ホームメニュー、あ、これしかないんだ、これ。あ、ここでね、これがホームメニューってことですね。 あ、そう、ナビ、ああ、この承認性のね。テレビ、あー、 CD、 ビデオ情報、ソース、そう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 そ、路肩表示とか、路肩表示って、ああ、そういうことですね。うん、だからステアリングヒーターポンついてる。ヒーターが作動してるかしてないかの確認が分かんないな。肌で感じろということか。ああ、なんかしっかりとした作りだな。やっぱ足回りはイギリス車だね、これも本当にイギリス車なんだけど。お、あら、全然いい走りするよ。もっと重たい感じなのかなと思ったけど、全然、お、いいよ、これ走り、走りまず合格。早い、うん、あら、もっとオフロードチックかと思いきや全然違うじゃん。まさにディスカバリーだ。
発見。イエス。あら、いいか。ブレーキどうですか。柔らかい。あ、ヘッドレスト硬い。ボールとかは柔らかいじゃないですか。そうかな。ああ、そうか。確かにちょっと硬い目だね。硬いっすね、これ。硬い。これちょっと気持ちよく寝れないですね。なんかこの肘掛けというんですか、うん、これがあるのとないのでは全然違いますね。楽でしょ運転、はい、助手席も本当椅子だよね。レーンスポーもついてたし防具もついてたし、やっぱレンジローバーっていうのはやっぱ肘掛けがついてる、うんうん、肘掛けついてる車そうないよね。昔のゲレンデとかついてたけど。昔のついてましたっけ。01年、00年ぐらいまではついてた。ああ、これでちゃんと高さもここで調整して、うん、あら、これいいかも。お、乗り換えるのか。いや、本当にいいかも。これ乗るといいね。あとは僕気になるのは、3列目とかが座った時にどうかですよ。2列目、3列目が。でもさ、ご自分3列目座ることないでしょ、多分。みんなで行くって言っても絶対3列目座らない人でしょ。いやもうみんな楽しんで後ろでいいから。いやさすがにさ会長とかとさみんなでゴルフこれで行きますってなったら、あ、自分3列目でいいですとかっていう感じなのは分かるんだけどさ。いや僕運転します。ずるいだ、それ運転の割に楽だったっすから。3列目はなかなか使わないよとか ね、だから3列目でいいんだよ、はい。あー、いい。ドアミラーも大きくて見やすいし、ちゃんとブラインドスポットとかそういうのもついてますね。そうか、17年だともうついてますよね。この辺がね、割とチープな感じはするけど、別にこれはディスカバリーだから。そうです、これがディスカバリー。ディスカバリーですね。で、価格も、これ新車でおいくらぐらい。新車価格が840万。あー、で、今3万3000キロ走ってて、うちのプライスは550。そうですね。あ、そのくらい。580くらいです。ああ、なるほど。でも分かんないです。僕キャンプ行ったことないで分かんないけど、うん、キャンプに行ってる人たちの来てる車はどういう車なんだろうっていう。いや、いろいろなんだよね。さすがにクラウンはいないよ。クラウンはいない。そうそう、フェラーリもいないけど、やっぱりトランクに荷物が入る車が多い。なんか、あ、でも SUV とか、あとはバン、ミニバン系はやっぱ多いよ。はいはいはい。一番使い勝手のハイエースとかね、そういう車。無敵だ。さすがにカリダンとかはいないですか。カリダンは見たことない。G63 とかいっぱいいるよ。あ、ドゲンコも、カイエンも、LX、ランクル。そういうの多いな。そうなんですね。レバンテはいなかった、僕の知ってる限りでは。でも自分もレバンテ乗ってる時はそれでキャンプに行こうとは思わなかった。あ、そうなんですか。今はそれはなんでなんですか。トランク小さいから。はあ。積めないみたいな。なるほど。もうテント積んでクーラーボックス入れて、あ、もう入んないわってハンモック、あ、だ、入んないなって、いろいろ入んない、あ、入んない、ダメ、やめ、キャンプ行くのやめようってなるんですか。うん。はあ、じゃあなんかね、子供たちもいるから遊べるようなホテルに泊まるとか、ロッジじゃないけど、そういうとこにしようかなみたいな。へえ、楽しそうだ。大変だよ。キャンプ行く時も本当準備が大変なのよ。だから本当にレンジ防具はトランクとか後ろが下がるじゃない、エアサスで言うと、はい、あれが本当楽。積み下ろしが、積み下ろしが奥なんてもう届かないか。重たい重たいと。でもなんかレンジローバーでキャンプ行くのがかっこいいですね。かっこいいでしょ。でも本当にかっこいいのはキャンプじゃないと思うんだよね。なんか別荘とか行くのが一番かっこいいのかなと思うけど。はあ、はあ、今でも SUV ちょっと気になるでしょ。 SUV が気になります。やっぱエスカレード。いや、まあまあフルサイズがいいかなって思います。ああ、フルサイズって何でもいいの。まあまあ最悪何でもいいかな。最悪。
これね、まず勝手に思ってたのは自分の責任なんだけど、はい、まずもっと足が硬いと思った。そしたら全然柔らかい、はい、もっと足んないと思った。もう全然グイグイ走るし、はい、ストレスなく、そして静か、乗り心地も柔らかい。はい、あ、本当防具みたいだなっていう。防具の方がよっぽど音うるさい今。あーとか、はい、スポーツ、レンジスポーツほどスポーティーじゃない。なんかディスカバリースポーツとかもあるじゃん。はい、あ、だからこのぐらいが結構何気に好きなのかなと。実用性あるし、トランクもなるし、で後ろで寝れるし、で走りはもうランドローバーのもう本来の走り。はい、なんかもうまとめるようだけどいやこれいいな。値段とかいろいろ本当自由に活用できる、遊びに使える車だね。一家にスーツにも似合う。別にね、はい、うん、イギリスのランドローバー ね、レザーだし、これあったら本当オールマイティーだな。で車高だってさ189とかだっけ、185幅がね192って言ってたから、はい、うん、でも長さ485でしょ、はい、全然まただ、あれだね、全然違うだね。あちゃ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 あ、これね、はい、それこそいろいろサブチャンでやったスープラじゃないけど、内装のチューニングをいろいろしたい、カスタムを。ああ、自分たちがやっぱりどういう用途で使うか、はい、僕だったら、まあ、ここのテレビとかはあれかもしれないけど、後ろはやっぱりなんかモニターとか映画とか見れるようなものをつけたいな、はい、フィリップダウンつけれるかどうかわかんないけど、はい、ヘッドレストの横に切って出すとか、はい、やりたいなって思うし、なんかいろんなところになんかね遊ぶための何かカスタムしたいな、なんかこれだったら。ここにハンモックつけるとか。まあハンモックでもいいし、例えば釣りするんだったら釣り竿をつけるようにちょっと自分でね改良してみたりとか。はあ、これはねいいよ。そっか、いろいろなものが必要になるから、それを収納する、つけることが大事なんですね。すごい静かじゃない？静か。もっとガラ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 しててもいいと思うんだよね。こういう車こそ。ライトは？あれライトどこだったっけ？ここ？あ、そっち側にダイヤルというか。あ、ダイヤル。ああ、なるほど。あ、オートあるか。オートでしょ。なんか高速乗ってたら普通の乗用車じゃない？普通の乗用車です。これ運転する目線はレンジとかと比較しても変わんない。そうだね、こっちは高いですか。いや変わんないかな。こっちは低いかなって感じがするな。おこっちがあれかもしれないけど、同じぐらいかな。なんかレンジの方がボネットもっと大きいなって気はするんだけど、だからレンジよりはうちのレンジ3リッターガソリンだけど、はい、より走るぞこれ。なんかそんな感じがする、軽快に。え、ガソリンでしたっけ。ガソリンです。あ、ディーゼルじゃなかったでしたっけ。スポーツの時はガソリン、あ、ディーゼルだったんだけど。あ、そうなんだ。そう、いやーこれは穴場だな。あー、これ例えばよ、アルファード乗るとアルファード良かったなーって、あれ乗ったら他の車乗れないよみたいな、はい、気持ちになっちゃうのと一緒で、言ってましたね、これもそういう感じになると思う。あ、だから、まあ、ディフェンダーもそうですけど、うん、やっぱこのモデルのファンがいっぱいいるってことですよね、うん、そうそう。でディスコ3、ディスコ4ってきて、うん、歴代乗り継いでるとか。そうそう、これは使い勝手、チョコレートディスコで来ました。確かにこれ静かっすね。ねえ、ハードルシフトちょっと使ってみるね。あれ変速してないのこれ。変わってないですよ。あ、変わった。あ、そうだ。ちょっと強めに。強めに全部押し込まなきゃいけないんですか。あれ変わんないな。よくわかんないなこれ。パドルが。あ、じゃあこっちスポーツまで入れてみようか。6速。5速。あ、結構長押し的な感じだね、本当ね。あ、まあ、加速はね、しょうがない。これ。こんなもんで。
車を俺ねちょっとねまとめると、はい、例えるようなまとめ方をするとなんか割とそんなに興味がなかったのディスカバリーって、はい、だからそんなにレビューしてる回数も少ないし、はい、でああまあまあ大体なんか乗んなくても分かるかなって勝手に思ってたの、はい、車屋さん、うん、車屋さんだからっていうのもあるんだけど、はい、で今日改めて乗ってあすごくいい車でこんな優しい感じなんだっていうのを例えて言うとロペちゃんの時のミノッチのイメージとサブちゃんのミノッチのイメージがあって大体うちの若い社員の子って、はい、ミノダさんってもうちょっと怖い人かと思ってたんですみたいな、はいはい、でサブちゃんのミノッチを見ると、はい、あれあんな優しかった人なんですねみたいな、はいはいはい、結構ね最近それ言われるのよえミノダさんってあんな優しい方だったんですねみたいなもっと怖い人かと思いましたみたいなほう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 なんかねそんなギャップをこれにも感じたおおなるほどなるほどこの間ねロペちゃんでレビューしてる時も誰とは言わないですけど H さんが言ってた波野さんってなんかあんなイメージだと思わなくてああ H さんって一人しかいないですよねいや誰とは言えないですはあこれライトついてますかオートにしてるからついてるでもこの車さカッコつけたい人が乗る車じゃないよねうんそうです、うん、実用性利便性あとは運転のドライビング考えるとこれがすごくいいなんで見た目で選ぶなら G クラスとかの方がやっぱ多いと思うんですよ、うん、そうこれなんかねで逆に、まあ、ディスカバリー乗ってる人が、うん、これを見かけました乗ってる人じゃん、うん、見かけたら多分言う言葉は知ってんねえって言うと思います知ってんねえって言うかな分かってんなって多分言うと思うんだよね最近言わないなんか聞いたことあるしだからもう黒男の身な感じってことだよねうんでもね僕レビューしてて割と、ま、自分の中で間違いなと思ってないなと思ってるのはだいたい高速に入る前にその車のことがだいたいわかる、はいおはい、一般道のあの、ね、1キロぐらいの道で、はい、あこれはもういい車だなって高速乗るとなんかさただ流して走るだけだからあんまりわかんないよ、ね、まあそうですね最初が肝心でも風切り音が気になるとそういうことですかあ確かにねそこは音楽ねウエスタイかければこれだったら何にしますかこれだったらやっぱあれかな今 Apple Music のジャパントップ5トップ10ぐらいのやつ流し聞いてるから今だと1位が BTS で2位がなんだろうなドライフラワーとかかななんかそういうような人気の曲とかあ人気曲あその辺はミーハーなんですねこの曲はそうそうそうあみんなで楽しく行こうみたいなえミノだった北の国からそこまでのイメージこれがね結構ね リアルなイメージだと思う分かんないです分かんないですけどああああってまあでもそこまでのイメージをしてたってことでそれは正直な話でいいとはい正直な話そういうイメージでだからあれが本当は極端だよねもう、はい、白か黒かみたいな感じで、はい、そうっすねうんお意外とおお声こんなもんかな。お軽快に攻めてるね。軽快に走りますよこれ。ミラーも大きくて見やすいよこれは。
なんかやっぱこれだけで分かる感じるものない？のどかだ街並み？いやこれ対向車来たら怖くないか？よっぽど前のエスカレートの怖いフルサイズがいいって言ってるそっかそっか。ほらやっぱ車高が高いから見やすいもん、こういうところも。それはありますね、うん。ただもう唯一その乗り降りだけはちょっと大変だなと思います。あ、ね、サイドステップ欲しい、サイドステップ欲しいなって。どう？これなんかグイグイ進むでしょ？しない。あの重たさとかは感じないです。ね。なんかステアリングも程よい重さで、うん、高さ大丈夫か。3メートルだからね。こういうところも。いいじゃん、なんかねえ、車高がやっぱ高いからいいね、これ。これでだって1メートル90以下でしょ？もっとあるように感じるよ。そうですね、これは、うん、85。こういうところで見やすいですよね。ねえ、いいんだよ。いよいよつって。おお、進む進む、男の。なんか意外と大きさはやっぱ感じないかもしれないです、うん、今細い道走りましたけど。あ、これ回転メーターの針がとか速度計の針がちょっと青っぽく光るんですか？うん、そうだね、ちょっと薄い青で。そうですよね。なんかイギリスさんってこういうの好きよね。あ、なんかちょっとおしゃれですよね。なんかもうだいぶ分かってこない。そんなことはない。いやもうかける BGM は変わらず？変わらずですねなるほど。あ、なんだろう、じゃあ日本車で言うとランクルプラドとかそういうことか。あ、ちょっと違う。あ、いやちょっと違うな。もっとこれはアウトドア向けじゃない？もうじゃあ逆にこれと、うん、じゃあ比較する車ってないんですか、うん、なキャンプをするとしたら。どうなんだろう、国産はよく分かんないけど輸入車で言ったらどうだろうね。やっぱさ、このランドローバーっていうのは SUV に特化したものメーカーじゃん、はい、だからこそこのなんか絶妙なことが出るんだと思うんだよね。セダンもさ、ツーシーターもなく SUV にとにかく特化してやってきましたっていう。それではまとめです。はい、ランドローバーディスカバリー編ですが、皆さんから点数をお願いします。はい、私点数はですね82点。お、うん、なるほど、刻みますね。はい、はい、スコアではなく。そうですね、スコアではないですね、はい、はい、理由は何でしょうか？理由としてはまあこれは個人個人の意見があると思うんですけど、はい、まあ、僕は見た目を重視な部分もやっぱ強いところがあるので、はい、見た目は正直あんまり、その例えばじゃあベラールとか、はい、うん、まあ、イヴォーグとまではいかないですけど、例えばレンジスポーツとか、はい、そういう方がやっぱ好きだったりはするんですよね、はいはい、で逆にディスカバリーとかディフェンダーとかは、うん、うってきちゃうような感じのところはあるんですけど、うん、まあ走りに関して言うと、まあ、3リッターのスーパーチャージャーなんで、うん、ある程度走るのはまあ想像してたんですけど、うん、予想通りちゃんと走ったな。まあ、背が高くてちょっと乗り降りがしづらいとかそういう不満点もありますけど、うん、走りに関しては基本文句ないです。はい、街中走っててもいいですし、じゃあ高速移動するときも、ストレスなく走るんで。なるほど、はい、なのでまあキャンプする方とか、はい、海行く方とか、はたまたゴルフ行く方とか旅行行く方いろいろいると思うんですけど、
僕はゴルフ行く派だと、うん、ここのこれの使い用途としては合わないのかなと。なるほど、はい、思いました、はい、でどんな方にお似合いですか。もうそれはもうアウトドア行く人、家族、うん、家族と一緒に仲良くお出かけする人、うん、もう使い勝手抜群だと思うんで、うん、はい、私は独り身なんでいらないんですけ ど、 なるほど、はい、そういう方にはもうお似合いかと思います。わかりました。みんなでキャンプ行きたいんだったら、はい、これかエスカレードだとどっちで行きたい。山攻めますって。エスカレードです。それはなぜ。見た目がいいから。でしょ、はい、見た目がいいってことは格好つけたいってことでしょ。そうです、格好つけたいんですよ。そこだと思うんだよね。だからどこを取るかっていう、それをね踏まえて僕レビューします。はい、お願いします。まず点数は99点。どこほぼ100点。はい、まああのこんなに車としてすごく使いやすい、走りやすい、操作しやすい、物も入る、人も詰める、そんな車がこんな身近にあったんだと改めてなんかもう驚きましたし、はい、なんか嬉しかった。おで、やっぱ SUV に特化してるランドローバー社が作ってるこのディスカバリーっていう車がやっぱり現代もね、親しみ愛されてる理由っていうのはやっぱ乗ると分かるんだなと。乗らないとね正直分かんないです。見た目でちょっと判断したところもあったんで、はい、で、まあ、100点にしなかったのはやっぱりねちょっとパドルとかがなんかこの辺がなんかせっかくついてるんだったらもうちょっとレスポンスよく動いてくれればいいのになと。まあ現行モデルは改善されてるのかもしれないですけど、まあそこぐらいかな。あとなんかナビゲーション前がなんかちょっとねタッチパネルの操作があったか細かいところなんですけど、そのところぐらいで、あとは別にねすごく良かったなと。サイズ感も全部良かったです、はい、でどんな方にお似合いかというと、まあね家族でもいいしなんかみんなででもいいと思うんだけど、これはあの実用性を考え、もちろん利便性もそうだし荷物もそうなんだけど、考えた上であまりカッコつけない方が乗る、うん、外観にね、はい、エクステリアにやっぱカッコつけたいと思うと僕はやっぱこれじゃないと思うんだよね、はい、でランドローバーの中で言ったら僕も、ね、レンジローバー乗ってるぐらいだしキャンプするくせに、はい、やっぱ見た目カッコつけたい、はい、だけどそうじゃないんだってちゃんと割り切って乗れる方はこっち行った方がいい絶対、うん、それだけ ね、 いいことやすね、使い勝手いいですよ、はいね、だからね、キャンプだけに行くんだったら僕はエスカレードとこれだったらこっちで行きたい、うん、で例えば海に行ってみたいな、海行くってあんまなんか荷物積んだりしないじゃん、はい、でその辺のなんかホテルに泊まりますみたいな感じだったら、あじゃあエスカレードで行きたいかなみたいな、かっこいいじゃんみたいな、はいね、この海辺とかこうやってね走って、ああみたいな、あエスカレードかっこいいなって見られるみたいな、はい、そうそう、だけどみたいなところあるかもしれないけど、本格的になんかその遊びを楽しみたいっていう方だったらこっちおすすめします。でこれに代わる車って対抗馬は僕ねないに等しいんじゃないかなと思います、うんうんうん、走りはもうレンジローバーかって、でもあレンジローバーそうですね、中身はもうこういうね商用車とは言わないですけどバンとしての使い勝手もあるようなこの車だったんですごい良かったです。ということで今回2017年までですかね、はい、ランドローバーのランドローバーのディスカバリーをインプレッションいたしました。引き続きロペラチャンネルとサブチャンネルもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。